方の話だったらなんか海とくもの話になるか、前か後ろかしかねえみたいな感じで、まあ、俺が何だろう、いや本当に何も決めてないんですけど、うん、でもあの YouTube でちょっと岩手大の小学校でやったの、はいはいはい、送ったじゃないですか。であれあのまま別に小学生相手じゃないんで、うん、あのままやるとは思わないんですけど、なんか伝えたいメッセージはあの辺のような気がして、そうすると近いですね。そうだから俺京子さんの前かもしれない、下手したら、うん、もう選手のイントロぐらい起承基礎知識みたいなやつのちょっと違うタイトルみたいなのが、この知識っていうか、なんかこう、俺マインドを導入したいんです。マインド？なんか、その中学っていうのは、なんかこう、知識をみんな知ろう知ろうっていうふうに来すぎる気がしてて、で、そういう入り口から入ろうとするのは、ちょっと逆に、なんていうか、つまずきやすいし、つまんなくなりやすいっていうか、いいですね、飽きやすい。僕が紹介してもそれは言えないので、うん、入り口がどうこのマインドっていうのは僕は絶対言えない。僕が岩手大で小学生たちに言ったのは、もあのタイトル「モテ作の気象学」っていう、その学を学ぶじゃなくて楽しいに書いてあったんですけど、気象を楽しむ心を養うっていうところから僕入ってたんですよ。あ、すごいいいですね、うん、で俺はなんかその知識をこれ知れとか、そういうふうにこういう時にこう答えるのが正しいとか間違いとかっていうことを先に知ろうとしなくて、だからその天気予報で当たった外れたばっかりを気にしてるのはまあいいんだけど、それだとちょっと早く飽きちゃう、つまんなくなっちゃうんじゃねえかっていうのが僕は思う。で どっちかっていうと、そのなんていうか、自分自身が本当にまず気になってること自体をはっきりさせて、でそれをあの単純にあの楽しむために調べていった先に、あ、気象学っていう共通言語に巡り合う、お超便利じゃんみたいな話になってほしいんです。でだからそうなるためには、だからなんか自分がまず興味を持ったものに気づいて、それが何を話すか、だから例えば台風に興味を持ったら台風が何を言ってるかだと思うんですよ。台風とはこういうふうにできてこうなるものであるっていう辞書的な意味とか、こういう知識とかいっぱいあるけど、そこを先よりも台風というキャラクターが何を喋ってるのかっていう見方を僕は最初にしちゃった方が、その先に荒研みたいな見方もあるし、積乱雲の一生みたいなストーリーの見方もあるし、まず最初に何かに興味もら持ってもらって、興味を持ったらそいつがどんなキャラかっていうことを、うんうん、体験してねっていう感じ、はいはいはい、その興味っていうのは共感に基づくところ、そう、興味から次の共感に至らないで止まってるんじゃないかなと思うんです。だから なんとなく興味は抱いてて、でももやっとしたままずっと そこから先に行かないのが、うん、1億2000万人だと思う。手作さんの話ではそこを興味から共感に変える、そうそうそう、共感に変えるためにはその興味を持った対象がどんなキャラクターか、どんな性格か、どんな生い立ちなのかっていうちょっとした背景を知ると、あ、こいつはなんか俺と似てるかもと思ったり、あ、こいつはあいつなんじゃないの実はみたいななんかそういうキャラクターがこう自分にとってこう染み込んできた時に境界に変わると思うんですよ。で、なんかその現象っていうのは別に人じゃないんだけど、なんかいろんな現象すべてなんかその人に置き換えれる、人の性格に置き換えれるかのような感じで受け取ってるからこそ俺らはハマってるわけですよ。多分気象学っていうのをやってる人たちはストーリーを感じ取って、あ、こいつこういう風に次になるんじゃないか、どうなっちゃうんだろう、ドキドキってなるのは、そこに共感するだけのこうキャラクターを感じ取ってるから、うん、ああいう映画描けるわけですよ、積乱雲の一生みたいな。だからマジかって言ってんだろうなと、荒木には聞こえる声があって、でも他の人からしてみたら聞こえない。だから興味で止まってる人たちからしてみれば、霊気が歓喜がやってきたって言われても、お前すげえなと喋ってるとは誰も思わないんですよ、うん、でも学をやってる人からすると、歓喜がやってきた、あ、歓喜ってこういうやつだから持ち上げんだろうな、こう言うんだろうなって思うから、もう
この人にとっては完全に共感だと思う、うん、だなんかそこに入ってほしいなっていう、その入り口をなんか喋りたいっていう、うん、まあもやっとしますけど、一番それだったら逆に私の後に、後がいいですね、その大きいスクリーンで、まあ、例えば台風でもなんかキャラ付けしたものに対して、うん、こいつこういう性格なんだよっていうようなところを展開していくっていう方が、先に私の方でこうなんか、うん、セリフとかつけてる、もう俺がね、ぜひ一つだけやりたいのはこいつのセリフなんです。ふうやん、うん、ふうやんのセリフなんですよ。ふうやんなんて言うんですか。いや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 いっていうこの衝撃をどっかで入れたいんですなんか最近そんな動画見たんですか、元気ですか。でこれ